自らの命を絶った者たちは新たな自殺者を招くのか。この世にもあの世にも行き場のない霊たちは永遠にその場をさまよい続けているのかもしれない。幽霊や悪霊ごめく闇の世界、しかしその姿は見える人と見えない人がいるようです。それは霊感の有無が関係しているというのですが、そこに存在する真実だけを捉えるカメラは様々なものを探し出してしまうのです。心霊写真もその一つ。あなたにはこの霊たちの姿が見えますか？それでは霊の存在を決定づける心霊写真を見ていこう。今回は鑑定士高野富江さんと、最近全国心霊スポットでの怖い話を出版した稲川淳二さんにご同席いただいた。まずはこの日本最古の心霊写真、明治時代にあるお寺の住職が再婚した際その席上で撮られたものである。住職の右上に現れた女性の姿こそ病で亡くなった先妻の霊なのである。ここに前の奥さんが写ってる。前の奥さんなんですか？そう、再婚だから2度目でしょ、だから一番最初の奥さんがここにちゃんと出てる。亡くなられて死別ですからな。で驚いたというね、まだ写真なんかが出たすぐの頃だから、当時の昔だから、心霊写真って言葉すらない頃の時代だから、そういう意味で言ったらかなり貴重なこれは映像ですよ。次なる写真はとある渓谷の山肌にぽっかりと浮かんだ人の顔。そのはっきりとした目鼻立ちは一見外人のようにも見えるが、これは日本のかなり古い時代からそこに宿る霊の姿なのである。明らかにこれ岩に見えますか？渓谷に見えるでしょ。映ってるっていうか、もうもろに人ですよね。でもこの山にはこんな彫刻がないんですよ。掘ったらみんな気がつくもん。すごい鼻の穴ちゃんと2つあるもの、ほら、くくって、でも霊の一つ面白いのは、霊って角度からいろんなに見えるんですよね。僕はこうやって見た方が正当かなと思うんですよ。この写真、古い水門の壁面にはっきりと霊が現れている。母親らしき女性とその娘の姿。ダムや水門など水が集まる場所には霊も集まりやすく、きっと水を求めてこの親子もこの場所に姿を現したのであろう。母親の顔が映ってますよね。母親、親子の顔、その隣にあるでしょ、ちっちゃく薄くね、二人映ってる子供ね。そうだね。これ？そうだね。だって私、霊見るんですけど、見る霊と同じですもん。こういう感じですよね。結構見る霊って、ね、浮き出てきてふーって。あんまりはっきりしてないのよね。顔やなんかは輪郭だけで。この写真はある青年が南の国へ観光旅行した時のスナップの一コマ。後方にある鉄格子の下から怪しげな男の顔が覗いている。彼見てるみたいな気がする。これ、でね、それがね、どうもこの現地のその祖先の顔のような感じが私はするんだな。こんなだってジャングルみたいなところの公園の中でさ、鉄の格子があるのかしら、動物飼ってるのかしら。戦争の時のなんかね、何かじゃないですかね。引き寄せられてたんですね、知らずに。自爆霊よね、思いを残した人のね。続いてはある沼で撮られた情景写真。飛び立つ鳥のその下の水面に顎まで水に浸かった男の顔がはっきりと映っている。かなり強い怨念をこの世に抱いている霊の姿だと言えよう。あんまりはっきりしてるからみんなこれ老いたんじゃないかと思うんだけど、そんなわけはないんでね、季節見てて分かるよね。木これ随分ほら枯れてるでしょ、この草が。信じたくないけど、でもね、鳥が逃げてないっていうのもあるし、ここに人がいたわけじゃないのね、きっとここへ流れ着いてきた死体か、
ここで思いを残して亡くなったかなんかの人が何かを訴えてるんでしょうね、早く気づいて、うん、それでなんかでもってこう自分の一生地っていうかなあれをしてるんじゃないかなってしか思えないですね。鳥居の下で撮られた一人の女の子の写真、その左後方に浮かび上がった光の人影、その他にもいくつかの温かな波動を持った霊が映っている。木にもほら霊があるでしょ、はい、だからそういう木の霊とか花の霊とかあるでしょう、うん、だからそういうのがねみんなこう出てきてね楽しくね、なんか妖精がそう妖精がね集まってるっていうようなね感じがするでしょ。そんな気がするんだよね、うん、怖い感じがしないですよ ねだから心霊写真というなら私はやっぱこれも心霊写真だと思うんですよ、うん、それと同時になんか非常に心豊かになるね写真だなって結構気に入って自分でも気に入ってる写真ですよ。続いてはある結婚式で撮られた写真、なぜか写っているのは花嫁だけ、新郎の姿は物の見事に消えてしまっているのだ。これは何を訴えようとしているのか。ケーキ入刀なんですよ。ちょっと見えてケーキ入刀なんですか。これナイフ見えてほら、これ花婿さんの形なんです。いたんですか花婿さん。ところが正面見て写真もあるんですよ。こうやってそこにも黒いやつは全部あって花婿さん消えてないんですよ。向こうで調べたかった。この花婿さんねっていう方はあのこの方と結婚する前にある女性との深い関係があったんですが、はい、ある事情でその女性と縁を切ってしまったためにその女の人に自殺をしてるんですよ。ところがそれみたいなことを何回も繰り返してきたんですよこの人が。で非常にその要するにこの人は結婚してれば不幸せになる状況になっただろうと私は思うんです。やっぱり否定してたんですよ。絶対に結婚させるもんかってしちゃいかんという花嫁さんにとってはいい写真ですよ ね, だと思いますね。そういうふうに守られてる。そういうようなったらって救いようないでしょ。あんたの旦那はこうだって言えないでしょ。悪いことすんでやめましょうね。そしてこういうふうに守られるようにしましょう、ねえ、はい、あなたたちこれからだもの、はい、ねえ、はい、続いてはエクトプラズム現象がはっきりと現れた写真。写真に写っている本人の霊感がかなり強いため現れたものと思われる。こういうのがずっと少しずつ少しずつ映ってて、これなんかやっぱ出してんのかな。そうシューシュー最初は1本ぐらいシューで、でこの女の子自体がすごい霊感になって、うん、エクトプラズム出す力を持ってる。怖いもんじゃないのよ、うん、ただ非常にこのパワーなんですか。そうパワーなんですって、うん、これね白だけだったら私は信用しなかったんだけど、ね、うん、これ赤いのが入ってるでしょ、うん、でこれ虫の毒じゃないでしょ、こっちの赤いやつなんか、うん、それからあのこの流れね、あのほら女子の規則な波、これはねあんまり普通じゃ起きないことだから、虫じゃ起きないことですから、うんうん、これはそうであろうかなと私は思いますよ、うんうん、でこれ怖い写真じゃないの、うん、ね、うん、でこの子が、ね、怖い感じもしないですもんね、うん、そう、うん、やっぱり嫌な感じがするのはねえ怖いっても、うん、ただこういうあのエクトプラズムがきちっと映るようなお子さんっていうのは最近少ないでしょ、こういう写真ね、うん、だからちょっと面白いなと思ったんですね、うんうん。続いての写真は真ん中の男性の頭が透けてしまっているのである。また足の部分も透けており、後ろの車のバンパー部分が見えている。一体これはどういうことの表れなのであろうか。真ん中の男性のみに不思議な現象が起きている。そうですか、顔、頭が黄色いでしょ、それとね、よく見て足のところから向こうからあの自動車が透けて見えるのえ、ね、うん、透けてでしょ。この車はそれでほら車のバンパーがこうほら見えてるじゃない車の、うん、あ本当だ、ナンバーのついてるとこ足のところ、えどうしてこの人透けてるの。だってこれ怖いよ、はっきり言って今からいなくなる前ぶれとかそういう気がするじゃないですか、うん、怪我する前ぶれね。だからこの車に乗ってたらば必ず足をやられるか、頭をやられるか、大事故につながるという暗示なのね。この他にも数々の写真を紹介しよう。これはあるサークルの仲間同士で撮られた何気ない写真。左奥にあるホワイトボードの上の方に暗い表情の男性の顔が写っている。周りには反射するようなものは何もなく、これはこの場所に
古くからいる自爆霊だと考えられる。これはある学校の修学旅行の時に撮られたスナップ。画面右上、屋根の上に男性らしき人物の姿がはっきりと映っている。この例はかなり古い時代の例で、このお寺に何か関係がある人物の例と思われる。続いての写真は自宅の庭でペットの猫を撮ったもの。一見何気ないこの写真にも霊が写っている。画面右上、子供の顔がはっきりとこっちを見ている。これはこの家で亡くなった男子の霊で、おじいちゃんが買ってくれたおもちゃの置いてある場所に遊びに来たところをカメラが捉えたのだ。続いては自宅の庭で撮られたスナップ写真。左側にあるガラス戸の中に女性らしき人物が写っている。この女性は写真の女の子の守護霊のように思われる。この写真は3人で撮ったもの。しかし写ってはならないもう一人の女性がこの写真には写っていたのだ。ブランコの後ろ、足のない恨めしそうな表情のこの霊は自殺者の霊で、幸せそうな人を妬む危ないものだと考えられる。この写真はある中学校の合宿で撮られたもの。なんと後ろに立つ生徒の首から上が写っていないのである。前の二人には何の異変もないが、後ろの生徒にだけ異変が現れている。これもこの地に宿る霊のいたずらだと言えよう。この写真も珍しい。火などないはずのところに炎が見え、その中に女性らしき姿がぼーっと浮かんでいる。この霊はかなり古く、昔日本に来てこの地で死んだ外国人女性だと思われる。私たちも写真を持ってきたんですよ、はいはい、これなんだけど、私ねすっごい今不思議なんですけど、うん、これね、うん、この自分の肩の横に、うん、ちっちゃく顔があるんですけど、分かりますか、うん、これね、最初私が撮った時っていうか見た時っていうか気づいた時に全部あったんですけど、今ねここに来て見たら隠れてたからすっごい今驚いてるんですけど。私あ写真ってあるよ、顔変わるよ。でもそういうことはあると一旦覚えておいて、多分君にもしたらさ、あなたに悪いことがあったら多分言われてるよ。だから写真にはそういうことはあっても本人の身に振り返ることは何年あるから、ただ写真は写真としてそろそろ引っ込もうと思ったのかもしれないし、君が強すぎて言っちゃってるだけだと思うよ。そうそう、うんうん、っていうかあなたに害をする例じゃないってことよ。あ、まあそうですね。ね、玉坂っぽいにいたのよ ね、 よね、だから写っちゃったんで。私も高校時代の時なんですが林間学校行ったんですね。ここにね親指があるんです、ここに、うん、あ指あるね、親指が、うん、あるある。どう考えてもこうできないんですよ。指だけ出るってのは変な話だな。しかしな、そうだね、そう思いますよね、うん、これはでもなんて言ってん、でもかなり生きた指みたいに見えるけど、うん、でも心配らないんじゃないかしら、ね、もしかして私になんか関わる。何年ぐらい前ですね、これ。ですね、
5年ぐらい前です。大丈夫よ。これと言って、うん、じゃあこの例えば友達たちに何か変化があったとか、なんか別にないんでしょ。友達には何も、うん、もう5年も経ったらまず釣らないと思うな。いい、そんなこと言っちゃいけない。心理写真があったらば、まずね、細かいに切りなさい、本当に。これは申し上げますよ、この細かいに切ってですね、燃やしてください。で、もしくはそばにですね、お札のようなもんで、ご一緒に燃やしていい札があったら一緒に燃やしてお参りしてください。それで灰になりましたらば、塩をかけていただいて、きれいな水で洗って流したとか結構です。あ、それで大丈夫ですか？うん、それ大丈夫。こっちは富士の樹海で撮った写真です。よく見ると分かりますかね、非常に小さいですけどね、よかったらこれかな。しっかり白い顔がね、乗れてるんですよ、こっち。あー、怖いこれ怖い顔でしょ、はっきりと俺のドッキリした。本当だ、すごいでしょ。これすごい寒くなるもんだと。今のはとくとすよ、きつい。そう、あとで行った時寒いの。これを解明しようなんて、とんでもない大事だと考えませんけども、なんかその向こうに少しずつ見えてきてるような気がしますよね。こういう写真が撮れるのをインチキだって言えないのね。というのは人間の目で見えるものの3倍以上フィルムは感度あるの。だからフィルムはもっともっといろんなものが映るはずなの。だから映っておかしくないのね。こういう現実があるということだけ。それをね、どうしようとは思わないけどね。そう、ただこういう現実がある、それは判断するのは私は皆さんと思いますけれども、現実に映っている霊の世界はいかがだったでしょうか。この後は番組スタッフに霊が。遠く日本海に浮かぶこの美しい島にも、雪どころのない怨念が宿る多くの場所が点在するという。ここは江戸時代の昔からその豊富な含有量で知られる鉱山の島として有名で、約2000人もの人たちが過酷な労働条件の中でただひたすら鉱石を掘り続けていた。その大半は生きてこの島を出ることのできない無宿と呼ばれる男たちで、彼らのほとんどがこの坑内で無残な死を遂げていったという。そのいわくある島を訪れたのは、以前にもこの地を訪れたことのある池田貴族と霊能者の天道福与。どんな怨霊が二人を待ち受けているのか。島に着いた二人は早速昔鉱山のあった場所へと向かった。鉱山の上の方に来たわけなんですけれど、どうも穴ぼこ、檻のような柵がある穴ぼこがすごい気になるんですよね。天童さんの額からまあこの金箔状にちょっと大きめな粒が結構出てきたんですけれど、突然霊能者天童の体から吹き出してきた金粉。彼女はこうして強い霊気を感じると体内から金が出てくる得意な体質なのである。池田貴族もただものならぬ気配を感じ取り、持ってきたポラロイドカメラを取り出した。一体この辺りには何が潜んでいるというのか。寒くてどうしようもない。もうね、弱った感じの人もね、もうみんなが寒いんだよね。すごく寒い。あ、一人ではなくて、うん、一体だけじゃないですよ。ここから離れられないって感じで、まあこの苦しみだから恨みとかを言ってるというよりも苦しみですね。うん、さあ、私やっぱりここに来てみてね、感じるのはね、もう今ちょっと耳がさおかしいんだけど、日本人だけじゃないんだよね。やっぱり来ればね、帰れるといいね。帰れるといいよね。この鉱山には無理やりこの場所へと連れてこられ、二度とは生きて故郷の地へと帰ることのできなかった多くの霊たちが今でもさまよい悲しみの声を上げているのだという。次に二人が目指したのは、坑内の火災で命を落とした28名の無宿人たちが眠る無縁仏の墓。行く先を阻むかのように茂る竹林を抜けると、その墓は姿を現した。あ、そう、うわ、空気が変わります。どう変わったかというと、こちらに来ると重くなるんです。分かりやすく言えば人の気配がするっていうのと同じようなものですね。それがたくさんいるっていうやつで、
突然天童がスタッフの方を見つめ出した。数えきれない。なんか見ました。彼氏何いや、あちこちいっぱい寄ってきてるんですよ。同じぐらいの。同行したスタッフの一人に同年代の霊が取り付いたというのだ。早速お祓いをしてその霊を取り除く。みんな嬉しくて寄ってくるんだよね。そうです。まず寂しいが始まって、でこの人は何とかしてくれるかなっていうことに変わっていく。だからみんな浄化したがってるの。霊界に行きたがってる、行きたがってるけど行けないっていう状態だから、なんとかしてほしいわけですよ。これ以上ここにいるといっぱい寄ってきてすがられますよ。やっぱり私はお地蔵さんが気になるね。自分のこもってる世界ね。うん、これ以上本当にいるとすがられますから、あんまり帰りましょう。地元の人たちの手厚い供養にもかかわらず、帰るあてのない無縁仏。その悲しみとやりどころのない憎しみは、数百年の時間を超えた今もこの場所で昔のままの姿でさまよい続けているのであろうか。人里離れたこの場所こそが彼らの魂が宿れる唯一の場所なのかもしれない。次に向かった場所は、以前池田貴族が訪れたという鉱山近くのトンネル。このトンネルはあまりにも事故が多いため数年前に閉鎖されたのである。去年来た時にこのトンネルの中に入ってんですよ。開けてもらってですね、入った時にこっち側から、こっちが閉じられてましたよ。閉じられてた方からその 3,40 から50ぐらいかな、まあ、人足のような人たち、現場で働いてるような人たちが6人ぐらい ね声8人ぐらいかな、団体で歩いてきてるんですよ。その声だと僕は思うんです。ほら、ごちゃ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 、ここで聞こえない。あ、聞こえました。今ほらね、えやっぱそうだ、話し声が聞こえるじゃない。だから人がいるんだよね。いない。うそ、ほら皆さん聞こえるじゃない、話し声がごちゃ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 。多分まさに僕が去年来た時に目撃した人たち、ね、男の人の話し声、低音でね、うん、おっさんの声なんですよね、うん、一体彼らは何者で、我々のことを見て何を話しているのか。天童が恐る恐る辺りの霊視を開始、そしてトンネルの入り口付近からこちらを見つめる霊の姿を確認した。こういうふうになってるところのとこにこういうふうにこう、あ、入ってますね。こういう棒があるでしょ、ね、はい、こうなんだか、はいはい、こうそこのところにそのもうこっち向いて立ってるもん。あなたにはこちらをじっと見つめ、何か物言いたげな女性の姿が見えますか。そして池田が撮ったポラロイドカメラにも例の姿が。画面下の方、地面に浮き出るように男性らしき不気味な顔が映し出されている。角度を変えてみると画面左側、はっきりとその輪郭が確認できる。一体この心霊写真は我々に何を語りかけているのか。ではここで今までに池田貴族が出会った心霊写真を見てみよう。これは映るはずのない場所に映り込んだ不気味な男性らしき手。手を合わせる子供の先にあるお地蔵さんの脇に、母親らしき女性とその腕に抱かれた赤ん坊の姿。一見何の変哲もない旅先でのスナップ写真。しかしよく見るとこの女性の両方の手がない。
この写真は決してガラス越しに撮ったものではない。なぜか無数の光が入り込み、その右横に黒い帽子をかぶった男の姿が現れている。これらの写真は間もなく発売されるこの写真集の中に詳しく掲載されている。さて、霊気漂う古いトンネルには何か深い誘惑がありそうだ。これで事故が多いのかね。このトンネルに隠された秘密とは一体。その夜、我々はトンネルの上へと登ってみることにした。そこにあったのは白く浮き上がったキリストの像。実はこの山、江戸時代に隠れキリシタンを処刑した処刑場だったのだ。早速池田が写真を撮る。二つっていうかもう一体。確かに池田が撮ったキリスト像の左後方にもう一体の像らしきものが浮かび上がっている。これは一体。もちろんそこには別の像は存在しないし、影が映るようなものもないのである。ここいっぱいいますよ。さっきからね、背筋がすんげーゾクゾクしてるんですよ。うん、いやここすごい嫌だもん。嫌だっていうかね、何体か集まってきて、すごい。ここはただものではないとこですよね。はっきりと浮かび上がる霊の姿、それは想像を絶する世界からのメッセージなのかもしれない。すごいショッキングな体験が多かったですね。こういう道路を歩くだけでもやっぱすごいものをここは感じますよね。なんか空気が重いですよね、ものすごく。一歩足を出すにしても夜は特にすごいよね。この後は実際に起こった恐怖体験。自分の意思でなく仕方なしに死への階段を上る人たち。肉体は滅んでも未練や怨念というものは永遠にこの世にとどまろうとするのです。中には誰かを道連れにあの世へ旅立とうとする霊もいるようです。さあ、今度はそんな霊たちがうごめくスポットへと案内いたしましょう。では、さまざまな恐怖体験をご紹介しよう。遮断機が下り、決して足を踏み入れてはならないはずの踏切に自らの命を絶つため身を投げる者が後を絶たない場所があるという。その踏切は見たところ普通の踏切なんですが、なぜかそこで自らの命を絶つ者が後を絶たないというのです。ここで自殺する者はみんな何かに取り憑かれたようにこの遮断機をくぐって電車に飛び込むそうです。ちょっと入ったところでお花が置いてあるし、ちょっと反対側にも枯れたお花があるんですけど、ここに立ってるだけで私もなんか引き込まれそうな感じする。すごくなんかもう冷たい感じする。確かにこの踏切付近では怪奇な現象が今までに何度となく起きているというのだ。怪奇な現象とは一体。以前この踏切近くに住んでいたというある男性証言者の話を聞くことができた。学生時代この踏切の近くに住んでまして、その当時アルバイトで新聞配達としてたんですけども、ここを毎日配達のために通ったんですよ。夏のある朝、新聞配達の途中で問題の踏切に差し掛かった時、一人の若い女性が立っているのに気づいた。おかしいなと振り返ってみた。その時
その女性は電車に飛び込み、ほぼ即死状態であったが、その死に顔は悲しげで、今でもはっきりと脳裏に焼き付いているという。その夜、彼は今朝目撃したあまりにもむごい光景が脳裏をかすめ、なかなか深い眠りに入ることができなかった。そして、とにかく真夏で確かにその悲しげな顔は今朝見たあの女性だったのだ。彼はとっさに大声を出そうとしたが、それは声にはならず、全身が金縛り状態に陥っていた。だんだんと近寄ってくる女性に向けて、心の中でただひたすら成仏してくれることを祈り続けたという。死を急ぎ哀れな死に方をした女性の魂が彼の同情を求めてきたのか、それとも今やその訳を知る術もない。今でもこの踏切では自殺者が後を絶たないという。そして自殺者らしき霊を目撃する人たちも。ここは湖を中心とする北関東の景勝地。しかしここには水にまつわる悲しい話が数多く残っている。清らかな水と霊の間には何かがある。水は人の命の源であり、時として水は命を奪います。そんな人たちの霊魂もそこから離れられないのです。平家の落ち人伝説も伝わるこの地、その無念が宿るのか、湖や滝に身を投じ自殺する人が絶えないという。そんな自殺者の霊が何度となく見られている。まあそういったふうな話は、まあ、いくつかございますね。入水自殺する人が案外多いんですよね。たまたまその、まあ、入水自殺した人の、まあ、女の人のね、まあ、頭かなんかにその針が引っかかったね。でこの頭かなんかに針が引っかかって、まあ、ほら腐敗してるからね、まあ、結局その頭の毛だけがね、その針に引っかかって上がってきたと。じゃあいろんな人の霊が出るんですね。この辺では魂がこうね、こうなんて言いますかね、こういくらかずつでもこうこのフラフラしてるっていうかね、そんな風なあれはあるんじゃないでしょうかね。霊を慰める日、もしかするとこれはさまよえる霊の存在を裏付けるものなのかもしれません。湖は滝となり、この川となって流れています。そして数々の遺体が流れ着いたと言われているのもこの場所です。そしてこの辺りでとても怪奇な出来事があったというのです。それは今から数年前、釣り好きの男が2人、
湖から流れるこの川で釣りを楽しんだ時のこと。実はその近くには何を祀っていたのか小さな祠があり、魚を釣るなどという殺生をする者はいなかったという。二人はお互いに釣り場を見つけ糸を垂れた。やがて夜も更け、下流で釣っていた男が上流の友人を見ると、竿でも振っているのか月明かりの中に時折光を放ちながら動くものが目に入ったという。それからどれくらいの時が経ったのか、背後に何者かの気配を感じた。それは上流に行っていた友人であった。男は先ほど見た光景を話すが、そんな場所には行っていなかったというのである。ちょうどその時、雷鳴が轟くとともに再びその光を受けた何かが光った。目の錯覚かと思い再び糸の先を見つめていると、今度は彼らの背後で逃げる二人、刀を振り回し追いかけてくる武者。しかしそれはほんの数秒間の出来事であった。果たしてその武者は何者だったのでしょうか。あなたは信じますか。それはまさに無念を残した武者の亡霊だったのか。都会の中にも数々の霊スポットは存在する。一見何気ないマンションの一室にも怨霊は宿っているのである。あなたは部屋を借りるとき、そこに以前どんな人が住んでいてどんなことがあったのかさほど気にはしないと思いますが、思わぬ好条件に惹かれ問題の一室を借りた彼女もそんな恐ろしい出来事があったなんて知る由もなかったそうです。恐ろしい出来事とは一体。問題の部屋を借りてしまった体験者によれば、それは8年ほど前のことだという。上京して4年間は寮生活だったんですけど、自活の目処がついて都内のマンションを探していたんです。そして見つけた格安物件、家賃は相場より3、4割安く、交通条件も文句なし。彼女はすぐに不動産屋と契約を結び引っ越しをした。家賃がやたらに安いとは思いつつも、新しい生活のことで頭はいっぱい。その理由まで考える余裕はなかったという。そして引っ越しから数日後のある晩、その理由が明らかになる出来事が彼女を襲ったのである。ようやく片付けも終わって疲れがかなり溜まってたのか、その夜は蒸し暑くなかなか寝つけなかったというが、何か嫌な気配を感じたその時、金縛りが彼女を襲った。身動きが全く取れず声も出ない。恐怖心が何度となく全身を駆け抜け、そして女性の声らしき何とも悲しげな泣き声がどこからともなく聞こえてきたのだ。金縛りが解けると同時にその泣き声は止まった。その日は疲れのせいだと思いそのまま眠りについた。一人で借りた部屋、しかし
そこには夜になると目を覚ますもう一人の住人がいたのです。しかしその次の日も彼女を金縛りが襲った。同じ悲しげな泣き声が今度は天井の方から聞こえてきた。彼女は恐怖心のあまりただ夢中で般若心経を唱えた。どれくらいの時間が経ったのだろうか。恐る恐る目を開けたその時、こんなもので私を追い払えない。私は負けない。彼女ははっきりと見た自分を睨みつける恐ろしい女性の姿を。そんなもので私を追い払えない。私は負けない。後から近所のお店で聞いたんですけど、その部屋で私が入る1年ぐらい前に、その部屋で男女間のもつれから自殺をした若い女性がいたというのだ。口からは血を流しもがき苦しんだ末に死んでいった哀れな女性。その死体は約1週間後発見されたという。孤独な都会で一人人生の終幕を迎えた彼女、あまりにも悲しすぎる霊魂が姿となって現れてくるのか。その後もそこを借りた人は必ず13日以内に部屋から出て行ったそうです。そしてまたそんな過去を知らずに新しい住人がその部屋のドアを開ける。もう一人の住人が待ち受けていることも知らずに。そこに足を踏み入れるのはあなたかもしれない。